ぬるぬるして気持ち悪い。行くぞ。これやばそうだね。目が鳴るぜ。てっ、おりゃっ、うっか。視界が悪いな。メガネ拭いとけ。無事だな。はいはい、行くぞ。本気出すか。オルティシエの魚料理、もう一度食べに行きたいな。また来たのか。さすがだな。ここら辺のことなら聞いてくれ。倒してきてくれるのか。頑張ってきてくれ。お、ああ、じいさんの指令か。若いんだから肉食ってけ。気に入ったならまた来てくれ。この辺も面倒な野獣が増えてきたよな。見つかったんだ。よかった。うん、意外と状態良さそう。これを使うとね、車体の空気抵抗が減って燃費が良くなるんだよ。へえ。ごめん、そのまま信じないで。そういう噂までされてたものってこと。それだけ質がいいんだよ。劣化も少なくてさ、さすがはオート製だなってね。30年前の障壁で出荷が制限されたから幻の品になっちゃったんだって。
じいじも全然オートに行かなかったし、私も数えるくらいしか見たことない。まあまずは塗ってみない？燃費の効果もあるかもしれないよ。じゃあ試してみたくなったら言ってね。あれ、今日はのんびりしてるの？まあな、お使いか？何かあれば手伝うけど。本当？まあいろいろあるけど、でもそんなに気使わなくていいよ。いや、レガリアで世話になってるし。うん、じゃあ後でお礼するからさ、鉱石探し頼んじゃおうかな。ありがとう王子、ハンターでやっていけそうだね。これは塗料、あっちは生成依頼ですか。レスタルムに連絡しないと。さあ今日は徹夜かな。マジか。何台か納車を待ってもらってるからね。じゃあ王子、これがお礼、ステッカーレガリアに貼れるよ。早速試してみる？王子、あーちょっといい？あ、やっとお使いか。一生それ言われそうだね。でもそうなんだよ、探し物なんだけど。いいよ、うち喜んで引き受けるやついるし。誰それ。でもじゃあ頼むよ、ガラスコーティングって品物でね、うちに運んでくれるはずのハンターが休憩した場所に忘れてきたんだって。実はレガリア用に仕入れたものなんだ。見つかったらレガリアにやってあげるから。お、ちょうどいいタイミングだね。新作ができたよ。今日のご注文は？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？いいのあった？どのステッカーにする？いいのあった？強化したいパーツはどれかな？これでいい？きっちり仕上げるからね。バッチリ調整しといたよ。オートって外からどう見えてたのかな。さあな、オート製は幻の品か。30年前のオートの製品に追いつけない。景色も違うわけだな。そうだな、ハンターって配達もすんのか。大事や護衛のついでってことだろ。ああ、だから忘れられたりするんだろう。夜に移動できないのってやっぱきついんだね。
ベタベタで気持ち悪い。あれかっこいいな。だろ。グラディオは絵になるからずるいな。